めて手つないちゃったね。クラスのみんなに見られちゃったらどうしよう。誰も見てないって。そうだよね。君たち可愛いね。何歳、どこ住み？てかライムやってる？あれ、聞いてる？落ちました。ユリの間に挟まる男は死にます。死亡フラグです。フラグちゃん、何それ、どういう理論？フロア式ユリカップルは聖域なんです。ユリオタクに殺されます。ユリオタク怖っ。というかこの二人カップルだったの？どう見てもそうじゃないですか。ほら、今だってモボーさんに目もくれず二人だけの世界ですよ。ねえ、ここでキスしちゃう？でも恥ずかしいし。本当だ、まるで俺が見えてない。こんな可愛い子たちがユリカップルなんて、俺も混ぜてよ。その発言も死亡フラグですよ。クソリア充が意地でも邪魔してやる。いやー、これでどうだ。俺という存在を無視することはできないだろう。ごめんね、やっぱりファーストキスは大切にしたいよね。そんなわけじゃ、ただちょっと恥ずかしくて。いいよ、私はここでしても。無視しないで。俺ってそんなに存在感ない？ドラゴンの石ころ帽子。あ、でも胸が当たってる。うわ、最低。じゃあ今日はほっぺだけでも。うん、じゃあ目閉じて。ちょっと、これ以上近づかないで。死ぬ、ユリで圧死しちゃう。だから言ったじゃないですか、ユリに挟まると死にますよって。物理で？とにかく助けてフラグちゃん。嫌です。くしゃー。ならフォーメーションチェンジ。はあ、だいぶ楽になったね。重くないんですか？もういい、俺はこのままユリを背負って生きていくよ。胸が当たってるなら何だっていいしね。はあ、そうですか。それにこうして挟まり続けている間も口説くことをやめない。え？やっぱりほっぺじゃ満足できないよ。好きだ。右の人聞いてる？じゃあ唇にしちゃう。好きだよ。左の人も好みのタイプです。いいの？ねえ、好きだって。俺はどっちもいけるって。じゃあ二人とも愛してる。うるせんだよゴミが。え、ユリに挟まったが最後、貴様の命はないでござるの巻。どうわ、ロボーさん。なんだ、夢か。怖い夢見たな。初めての朝チュンだね。寝癖ついてるよ。ちょっともう見ないでってば。あれ、夢じゃない。命はないでござる。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。